ことだな。お、よろしくな。でもオイラたちただの通りすがりなんだけど。え、友達を呼んで手伝ってもらうことにしたって山下おじちゃんが言ってたのに、二人のことじゃないの？なんかよくわかんないけど勘違いしてるんじゃないか。オイラはパイモンで、こいつは旅人って言うんだけど。勘違い？まずい、フニー。きっと騙されたんだ。あのメガネ、やっぱ嘘つきだったんだよ。じゃあ、竜の赤ちゃんたちはどうすればいいの？もうあんまり時間がないのに。一旦落ち着いてくれ。竜の赤ちゃんがどうしたって言うんだ？最近、集落が物騒でね。パパの竜に不幸なことがあったんだ。その竜はナンナって名前で、赤ちゃんが3頭いるの。でもその出来事の後に赤ちゃんたちが怯えてどこかに行っちゃって、だから私たち心配で探しに来たんだ。お父さんの竜か。お父さんは手伝ってくれないのか？パパは集落で長老のような役を任されてて、開演の夜の準備をしてるの。その準備ってすっごく重要だし、赤ちゃんよりも優先すべきことだから、パパに内緒で出てきたんだけど、すぐに見つけられると思ったのに、さっきおじちゃんにあれこれ聞かれたせいでだいぶ時間を使っちゃったんだ。くっそ、あのメガネ、人の心ってもんがないのかよ。そうかっかすんなって。あんま手間のかかることじゃなさそうだし、手伝ってやるぜ。オイラたちって親切心ってもんを大切にしてるからな。だろ、旅人。鉱石をいくつか見つけたから、そうだと思う。近くの崖の上に隠れてるはずだよ。人のお兄ちゃん、パイモンお姉ちゃん、ありがとう。へへ、崖は結構険しいから気をつけてくれよ。部族の人だってそう簡単には登れないんだ。竜の赤ちゃんたちは崖の上にいるんだよな。上に行く方法を考え。
ないか。なんだ、我が従者の悪友ではないか。山の下から我が輩の勇姿を目撃してわざわざ貢ぎ物を届けに来たのか。どうやら先日会った時、我が輩の華麗な姿がその心に深く刻まれたようだな。困ったものだ。さあ、我が輩の足に口づけするといい。偉大なる聖竜ククルアハウを崇めることを許そう。お前、キーネチの手下だろ。何勝手なこと言ってんだよ。前に会った時よりも面倒なやつになってるな。トゲ、手下とはなんだ。我が輩は竜の頂点に立つ烈焔の国の至高なる領主だぞ。この前はキーニチがどうしてもっと頭を下げるから何時らに言葉をかけてやったのだ。なんだよ、キーニチに閉じ込められてたくせによく言うぜ。領主と呼ぶのだ。この偉大なる聖竜ククルアハウを怒らせるつもりか。何時の罪は開園に千年焼かれる刑に値するぞ。我が輩は従者の懇願に応え、先日からウィッツトラン付近で起きたアビスの事件を調べているのだ。アビスの事件？そこの小さな爬虫類を見たか。その母親、中くらいの爬虫類はアビスの力に侵され錯乱状態に陥り、我が輩の従者の一族を、そして自分の子孫を襲った。そんな、そいつは今どうなってるんだ。下等な爬虫類がアビスに長く抗えると思うか。もちろん八神の国へと旅立った。なんと弱い生き物だ。崖から飛び降りて命を絶ったという。崖から飛び降りた？空飛ぶ白いアリンコ、その疑問の数々を書き殴ったような間の抜けた顔へよせ。偉大なる聖竜ククルアハウは誰かさんの願いを叶える泉ではないぞ。誰が空飛ぶ白いアリンコだ。くのー、お前に変なあだ名をつけてやるぞ。ん？近くからかすかにアビスの気配を感じる。邪悪な術師が隠れているに違いない。もし怪しげなよそ者に出くわしたらじっくり尋問しなければな。怪しげなよそ者って遠回しにオイラたちのことを言ってるんじゃないだろうな。はっ、下僕の心を持って領主を図るとは。何時らが我が従者の悪友でなければとっくにボコボコのボコであったぞ。崇めるのが目的でないならさっさと去るがいい。偉大なる聖竜ククルアハウは用事を済まさなければならないからな。なんなんだよあいつ、あの口の悪さ、ほっとムカつくぞ。でもまさかこの近くにもアビスの脅威が。まあ今は置いとくか。まずはフニに報告しに行こうぜ。すごいな。赤ちゃんが無事でよかった。これで安心してお家に帰れる。お兄ちゃん、お姉ちゃん、ありがとう。これくらい気にしなくていいぞ。大した手間じゃなかったからな。ずいぶん高い山を登ったからきっと大変だったでしょう。お兄ちゃんとお姉ちゃんの格好を見た感じ、ここの人じゃないよね。よかったら私の家で休んでかない？おう、かがり木の民のおもてなしを見せてやろうぜ。さっきのメガネと違ってすごくいいやつだし。あれ、その口ぶりからしてそいつも外から来たやつだったのか。うん、ナタの服装じゃなかった。今思い返してみるとやっぱり怪しかったね。怪しいよそ者って
ことか。あ、まさかアハウが言ってたのって。あのおじちゃんに興味があるの？もちろんいいよ。ね、おじちゃん、もうたくさん物語を教えたでしょ。いつになったら赤ちゃんを探しに行ってくれるの？もう一つ教えてくれ。今度はあの炎の話をしよう。巨大な透明の炎は500年、1000年、あるいは数えきれない年月の間ずっと燃え続けているとおじちゃんは聞いた。開演のことだな。コメのマリポはその伝説から生まれたんだぜ。おお、コメの起源なのか。すごいな。うん、すべてのコメには起源となる伝説があるんだよ。伝説によると開演はナタ大同盟の時代に現れたものなの。暴君オチカンがナタの統治と、それから反対するものを鎮圧するときに使ったんだって。開演は普通の炎と違ってね、火をつけられた人は背中に焼けるような痛みを感じるけど、すぐには死なないんだ。でも絶対に振り返っちゃいけないんだよ。振り返ってはいけない？振り返ったらすぐ燃えて灰になっちゃうんだ。おお、服や荷物だけならまだしも、人間そのものを燃やすとは、なんとも残忍だな。でしょ？背中を燃やした上に振り返っちゃいけないなんてひどすぎるよね。オチカンって本当暴君だよ。だがそういう伝説では誰かが立ち上がって反旗を翻すのがお決まりだろ。お、分かってんじゃん、メガネのおっちゃん。その通りだぜ。立ち上がったのは我らかがり木の民の祖先ユパンキ様だった。うん、ユパンキ様は当時の軍事用品の管理官で、暴君のオチカンと最初のエンジンシュバラン家様とは友人だったの。そんなユパンキ様はオチカンの残酷な統治をよく思ってなかったんだ。開演をこっそり盗んで暴君の軍隊に投げつけたの。その勢いは誰にも止められなくて、兵士たちは全員燃えて灰になったんだって。こうしてご先祖様は人々を解放したけど、町から脱出するときに後ろからオチカンの声が聞こえたのか、ユパンキ様は振り返っちゃったの。そこにあったのは焼け焦げた町と力尽きた兵士、そして燃え盛る炎だけだった。次の瞬間、彼の瞳に映ってた炎が急に飛び出してご先祖様を飲み込んでしまうの。振り返って一目見ただけなのに灰になるまで燃えちまうんだ。それは果たして炎を盗んだ代償なのか、それとも振り返ったからなのだろうか。さあな。けどユパンキ様の炎は他のよりずっと激しくて100日間燃え続けたらしいぜ。それは最終的に地脈に大きな穴を開けたんだとか。で、炎はシュッと真っ暗な八神の国に落ちて今も燃え続けてるんだってさ。大人たちが言うには、その炎は往生の道を照らすものなんだって。それに死者はその炎を受け入れて焼かれないと正常な身で来世を迎えられないみたい。まるで一生を振り返って審問を受けるかのように。だからそれはユパン期の開演って呼ばれてるの。ほほう、なんと素敵な物語だ。それで八神の国でその炎を見られるのだろうか。知らないよ。だってただの伝説でしょ。その古名を継承した人はいるんだよな。もちろん、例えば開演の夜で祀られた英雄ブルキナとかな。
まあその人は500年も前の人だけど。うん、今この米を継いでるのはキイニチお兄ちゃんだよ。マリッパのキイニチ。キイニチ、そろそろいいだろメガネのおっちゃん。もう物語をたくさん教えたし、赤ちゃんを探してきてくれよ。ああ、でも開園の伝説では振り返っちゃいけないとあるだろ。だから過去の話を振り返るのはやめよう。そうだ、そのキイニチとかいう人のことを教えてくれ。そこが重要なんでな。ん？どうしたトバ、今にも人を責めそうな目をして。いけないぞ、それは大人の特権なのだから。おじちゃん、嘘をついたら死んだ後怪獣に焼かれちゃうんだからね。それはこの国の炎だ、よそ者には効かないだろう。おじちゃんはここの人じゃないんでね。え、また。いいか子供たちよ、ただで物語を聞くつもりはない。おじちゃんは二人の友達を呼んだんだ。うん、報酬はその二人が払おう。思いっきりこき使ってやってくれ、遠慮はいらないからな。本当か。そうだ、メガネのおっちゃんの名前は。うん、山の下で出会ったのだから、そうだな、おじちゃんの名前は山下だ。友達って本当なの？ああ、信じられないなら振り返ってみてくれ。その二人はもう来ているぞ。え、どこどこって、あれ、おじちゃんがいない。めちゃくちゃ怪しいやつだな。なんかコメのことをいろいろ探ってるみたいだ。だろ、おのれクソメガネ騙しやがって。今に見てろよ。でもあのおじちゃんはただ物語を聞いてきただけだし、危ない人じゃないんじゃない？旅人、一応キイニチに知らせた方がいいんじゃないか。あのうざったいアハウが調べてるとはいえ、なんだか頼りない気がするし。あれ、二人もキイニチお兄ちゃんを知ってるの？別に親しいわけじゃないけど、会ったことあるぜ。それに一緒にご飯を食べたこともあるぞ。いいな、俺キイニチお兄ちゃんと喋ったことないんだ。お兄ちゃんって部族の竜狩人で、すっげー米を持ってるし、とにかくかっこいいんだ。でも私のパパはそんな好きじゃないみたい。あんまり関わらないようにって言われてるんだ。きっとお兄ちゃんのそばにいるあのでかくて偉ぶってるやつのせいだよ。わあ、それってクフルアハウってやつだろ。あの態度ほんと腹立つよな。でしょ、キイニチお兄ちゃんがあいつを仲間にした理由がわからないよ。どうして私じゃダメなんだろう。やばい、フニ、外に出てもうだいぶ時間が経ってるぞ。そろそろ帰らないと怒られる。そうだね。じゃあお兄ちゃんとお姉ちゃん、この道に沿って進めば私たちの集落に着くから、もし立ち寄るなら必ず家に遊びに来てね。あ、それと困ったことがあったら助けるよ、パパに言っとくよ。待ってるからね。じゃあお兄ちゃんお姉ちゃん、またな。
ぜ一人で外に出たんだ。危ないだろう。トバもいたし、通りすがりの優しい人も助けてくれたから。優しい人？顔に優しいって書いてあったのか？いくつ書いてあったんだ？100個。口の減らない子だ。山の王のこともまだ解決していないというのに、国にもしものことがあったらどうする。今日は晩御飯抜きだからな。晩御飯抜きでも100個は100個だもん。ヤフジ、また会えたな。パイモお姉ちゃんに旅人のお兄ちゃん。パパ、この人たちが助けてくれたんだよ。おもてなしするって約束したの。おお、あんたたちが例の優しい人か。きっと苦労しただろう。何か欲しいものがあれば遠慮なく言ってくれ。私はカガリギの民のトリニダード。部族内であれば多少顔が利く。それにあんたたちは賢そうだ。そう無理な要求もしないだろう。100万もら。若造、少し気に入ったよ。パパ、この人たちは悪い人じゃないよ。金一お兄ちゃんとも一緒にご飯を食べたことあるんだって。だからそんな態度はやめてよ。金一？そういえば聖火競技場に謎の異邦の旅人が2人現れたと聞いたが、まさか。失礼なことを言って申し訳なかった。最近は部族のことで頭がいっぱいでな。恥ずかしながらさっきの言葉は撤回させてもらえないだろうか。そうでないとな。オイラたちも心が狭いわけじゃないし、国が無事に帰ってるのを見て安心したから気にしないぜ。二人はまだ来たばかりだろう。今夜は私がもてなそう。どうだ。おじさん、態度をコロコロ変えすぎじゃないか。顔色が面白いことになっているぞ。ああ、凄腕の旅人よ。その輝く瞳の中には知恵の光が宿っているようだ。ふに、先に中に入っていてくれ。パパは旅人たちと大事な話をしなければならない。わかった。ちゃんとパイモンお姉ちゃんと旅人のお兄ちゃんおもてなししてね。オイラたちに頼みたいことがあるんだな。まあできるかどうか保証しないけど。これは一大事でね。まずは私の話を最後まで聞いてくれないだろうか。古来よりカガリギの民には開園の夜という伝統的な儀式が存在する。500年前の先祖ブルキナとその仲間山の王のコンガマトを祀るためのものだ。ブルキナは古名マリポを持つ英雄で、コンガマトは強いユムカ流の戦士だ。彼らはかつて肩を並べアビスと戦っていた。そして最終的に勝利をつかむのだが、ブルキナは命を落とし、山の王は汚染により今も深い眠りに落ちている。ユムカ流の寿命はせいぜい100年程度だ。そのため山の王には何かしら異常が起きているのだろう。もしかしたらアビスの影響で他とは違う個体になったのかもしれない。ああ、山の王は私たちにとって生きた栄誉だ。しかしその栄誉には代償が伴う。山の王の体内にあるアビスのエネルギーは非常に不安定なものなんだ。刺激を受けてひとたび目覚めれば狂ったように周囲にいる全ての生き物を攻撃する。だから開園の夜には毎年祭祀の他にも重要な任務がある。山の王の体内にあるアビスの力を取り除き、引き続き眠ってもらうんだ。知っての通り
ナタでは最近アビスの被害が頻発している。それにより山の王の眠りもますます不安定になってきた。前回の開演の夜からわずか5ヶ月しか経っていないというのにまた暴れ出しそうになってな。え、目覚めちゃったのか。ああ、すぐに簡易的な儀式を行いどうにか抑えたが、いつまた目覚めるかわからない。私の仲間だったナンナは今回の儀式で山の王に傷つけられ、溢れ出たアビスの影響を受けてしまった。その話なら聞いたぞ。本当に気の毒だな。ナンナのような剣は何も今回が初めてではない。とにかく今は開演の夜を取り行うのに適した有価者が必要でね。二人の冒険談は耳にしたことがある。あんたたちであれば適任だ。もちろん私たちにはマリポの名を継承した英雄がいる。あ、キニチのことだな。そうだ、彼は本物の英雄だよ。今頃モラを稼ぐためにきっと勤しんでるだろう。彼を見つけた時なんて言われたと思う。追加の儀式なら追加料金だとさ。一体どんだけモラが大切なんだ。影であれこれ言いたくはないが、あいつが古名を手に入れたのはきっと大霊が転んで頭を打ったからだ。英雄の名言が値段交渉だ、聞いたこともない。それとその竜もだ。あの青竜を自称するアハウってやつはもっと生意気で頭が悪い。おお、最後の部分はオイラも同意するぞ。とにかく一つ明らかなのは、別に彼にしかできない仕事ではないという点だ。今はもっと優れた人材が目の前にいる。ということでどうだろうか。かがり木の民における名声と友好関係はモラで変えられるものではない。ああ、感謝するよ。フニの言う通りだ。あんたたちの顔には優しいという言葉が100個も書いてある。裏山に案内しよう。そこで儀式の流れを把握してもらう。あんたたちは腕の立つベテランだ。きっとすぐコツをつかめるだろう。偉大なるクフルアハウの噂をしてんのは。ああ、我らが偉大なるクフルアハウよ。お体にはくれぐれもお気をつけを。へえ、アビスの虫けらがその下品な口をさっさと閉じるんだな。お前の汚らわしさのせいでこの偉大なる聖竜クフルアハウに虫唾が走る。アビス教団の使者である俺にとってその言葉は実に身に染みるものだ。だが、個人としてはすごく傷ついたな。ふっ、このネクラメガネ。もうすぐあの世行きだってのにぺちゃくちゃ喋りやがって。黙れっつってんだろ。ほう、いつあの世に行くんだ。まだピンピンしているが。キーニチ殿、お前が伝説の狩人であることは疑わない。だが俺が捕まったのはあくまで遠くに逃げる気がなかったからだ。かがり木の民には興味があるんでな。ふん、って、それだけか。アビスの来訪者がお前らに興味を持ってるんだぞ。その理由くらい知りたいだろう。エクストリームスポーツだ。数日前山の上から飛び降りたものとぶつかってな。確かバンジージャンプと言ったか。なんと素晴らしい冒険心。そんな自由で勇敢なかがり木の民を称えるために俺は絵も描いてだな。
うっせえイノシシ野郎だな。ぶつかった衝撃で頭のネジでも抜けちまったのか。お前にお似合いのエクストリームスポーツは狩人との追いかけっこだっつーの。終わらない恐怖の中で身も心もヘトヘトになるまで逃げ回るんだ。で最後は声だめにでも落っこっちまう。だがキイニチ殿は俺の命を奪うつもりがないようだ。それにこちらはもう腹の探り合いに飽きた。お互いにベストな距離ってやつを話し合おうじゃないか。人と人との間で一番大切なのは距離感だと聞いた。キイニチ殿はどう思う？お前が本当に興味を持ってるものは別にあるだろ。何？さあ値段交渉といこう。またアビスの汚染か。山の王の暴走もあれと関係しているんだろう。あの松明が見えるか。あれは聖火競技場から持ってきた二級聖火だ。中にはエンジン様の力が秘められている。ってことはその聖火が伝説の開演なのか。八神の国に行って伝説の開演を持ってこれる者はいないさ。だが聖火はアビスの汚染を浄化するのに十分な力を持つ。儀式では開演とみなしていいだろう。へえ、じゃあ聖火を使ってあの汚れを消せばいいんだな。いや、あれはほんの一部に過ぎない。完全な儀式を行う場合もっと複雑だ。まず有価者はスタート地点で聖火の種火を取り、フックを使って空をかけながら全ての聖火の柱を灯していく。それから下って峡谷を抜け、途中にある聖火台を灯すんだ。そして山の王が眠る洞窟にたどり着いたら、最後に聖火の祭壇に火を入れる。優秀な有価者は一度も地面に足をつけることなくこれをこなす。認めたくはないが、キイニチにはできていた。へえ、ずっと空を飛んで落ちないようにするのか。オイラが飛んだところでできっこないぞ。だってこれかなり難しそうじゃんか。安心してくれ。もし地面に落ちても大丈夫だ。別に儀式の必須条件じゃないんでね。儀式で求められるのはただ一つ、振り返らないこと。有価者は常に前へと進みながら順番通りに聖火の柱に火をつけなくてはならない。引き返したらそれは先祖への冒涜だと思われてしまう。じゃあもし引き返したらどうなるんだ。火が消えちゃうとか。ああ、自分自身に火がつくかもしれないな。オイラたちも今日その規則通りにやらないといけないのか。いや、今日は簡単な練習だから順番は気にしなくて大丈夫だ。聖火を使って汚れを取り除き、全ての聖火台に火をつけてくれればいい。準備はいいか。もう一度おさらいしておこう。種火を取り、汚れを取り除き、全ての聖火台に火をつけてくれ。それじゃ私はゴールで待っているよ。この種火を使って
ようやくは口に逃がし。霹靂先陣。やはり私の目に狂いはなかった。あんたはこれまでの候補者たちの中でもずば抜けてうまい。もし遊家の神なんて古名が存在したら、その有力候補になるだろう。おう、オイラが遊ぶ担当でも構わないならな。開演の夜まであと数日ある。無事に適切な有価者を見つけたと族長や他の重役たちに知らせないとな。そいつらの同意が必要なのか。何人かが喜日に出てほしいと望んでいるんだ。でもそれは彼らがあんたに会ったことないからだろう。有価者を探すのはこの私の役目だ。ちゃんとあんたを押しておくよ。一つ確認したいんだけど、オイラたちよそ者にそんな重要な仕事を任せて本当にいいのか。あそこが見えるか。ブルキナと山の王が存在した時代よりもはるか昔、あそこはカガリギの民の故郷なんだ。だがある事件によって先祖たちはやむを得ずあそこを離れたんだ。今やそこは若者が勇気と冒険心を鍛える場所となっている。山の王の問題を無事解決しなければ、同じ鉄を踏むのにそう時間はかからないだろう。さっきの質問に戻すが、そういうことがあったからこそあんたの実力なら全員うなずいてくれるはずだ。なるほど、本当に緊急事態みたいだな。後でうちに来てもらってもいいだろうか。儀式の詳細について話したいことがあるんだ。分かった、じゃあまた後でな。ああ、よろしく頼む。いろんな祭事に参加してきたけど、今回の依頼はちょっと変わった感じだな。一休みしてからトリニダードの家に行こうぜ。